さあやってまいりましたプレミアリーグキャッチアップの時間です。よろしくお願いします。井上真でございます。ノーミルク佐藤です。さあということでプロサッカーデータマンの先生とね今日もキャッチアップしていきましょうということで、キャッチアップしよう。16節をもう迎えております。超過密日程の過密すぎる、すごいですね選手たちもね。そうなんですよ、ね、しかもビッグクラブに至ってはもうね、そうなんですよ、 CL もこなしながらってことでしょ。 ELCL もながら、ね、すごいリーグなんですね。ちょだからこれが出てる頃には、あれですよ CL の日とかだと思うので、そうですよね。これ撮ってる日の夜 CL ですからね、またね、はい、これね、そうなんですですよね、すごいな、すごいわ。今カシャってのミスなんでごめんなさい何にも変わってないですよ、はい、うん、なるほどなるほど、はい、はい、じゃあ1節ずつね振り返っていきたいと思いますけれども、順位表横に出てますねご覧ください、はい、まずエバートン対チェルシー 3-1 エバートンということで、エバートン勝ったね。やったわ、やったりました、やりました。エバートン、はあはあ、エバートンこれはね、うん、すげえやりました。好調チェルシーを破ってということですね。14エバートンが4位のチェルシーを破りました、うん、はい、まあ終わってその順位か、はい、そうなんです、実はですね、はい、エバートンいわゆる監督の解任がまずはありまして、まあ、レジェンドが戻ってきた、まあ、ダンカン・ファーガソンさんが戻ってきたっていうところがあったりするんですけど、なんかね監督変わった、これあの、うん、トッテナムにもちょっと似てますけど、あの明らかにインテンシティが変わったというか、もうなんかねめちゃめちゃ走るようになったんですよね。ああそうですか。いやそれ前監督の時になんでできなかったのって思うぐらいに全体が活性化されたのがもう明らかだった。頑張るチームになったと言いますか。そうですね、いわゆるできる試合できない試合が結構ばらつきはあったんですけど、まあ、チェルシー相手に、はいはい、若者たちの、ね、このチェルシー相手にもう余裕でもどんどん行ってたので、ね、イケイケのものでした。はいはいはい。でその試合の中で、うん、まあ、ある意味マン・オブ・ザ・マッチを挙げるのであれば2得点を挙げたあのカルバート・ルーウィン選手、フォワードですね、はいはい、になったりするんですけど、まあすごいのがツートップが2点と1点取ってるんですね。そうそう、うん、リチャルリソンがまず点取って、その後にカルバート・ルーウィンが取ったのかな、はいはいはい、そんな感じだったりもするんですけど、うんうん、いやすごいのカルバート・ルーウィンが、うん、あの正直、はい、勝率みたいなところで言ったら大したことはないんですけど、はいはいはい、そもそも空中戦を24回やってるんですよ、うん、すごい、そこもなんかぶっ込んであげたみたいな感じだったんですか。そうそうそう、だってあの、はいはい、デュエルって、あの、まあ、空中戦も地上戦も含めてその、はい、デュエル大体1試合やってったら、うん、多くても、まあ、1-20ぐらいのもんなんですよ大体、はいはいはい、なんで地上戦空中戦まず足して31、いやーそうですか。で勝率は高くなくて、はい、24回空中戦やったうちで11勝だから 50% 上がってないんですよ。あでもそのね絶対数が多いですから、うん、でも嫌ですよね。だからね、はいはいはい、まず例えばクロスであったとしてもそんだけ放られるっていう風になったら、うん、またかっていうなってくるので、古き良きイングランドサッカーみたいな、ね、そうそう、だから途中途中でやっていくことに、うん、おそらくずらしててずらしてて、はい決めた、はい決めたみたいなところとかも、あの、まあ、得点だけじゃなかったとしても、そっか、そうあったなっていうところですね。先生だってね、支配率見ても70チェルシー、エバートン30、そうなんですよ、その中で上げまくって競りまくって 3-1 で勝ってるという、いいですね、すごいですね、これはこれは良くなったと思います、はいはいはい、あのその代わりチェルシー、はい、まあ、1点決めれたのもありますけど、うん、チャンスはなかなか作れなかったっていうのもあったので、はい、まあそれだけ本当にもうカルバート・ルイン素晴らしかったっていうところで、まあ、ぜひちょっとハイライトだけでもねちょっと見ていただけたらと思います。本当にシンプルに戦って、はい、みんな走ってたってところもある、そこを見ていただけたらと思います。なるほどなるほど、はい、はい、エバートンが 3-1 で勝利しました。続いてボーマス対リバプールは 0-3、 リバプール強いですね、勝ちましたね。やっぱりこの試合でもあったのはあの、まあ、ちょっと前半でちょっと前半途中に退いてしまったんですけど、ちょっと怪我っぽい感じもあって、はいはい、右サイドバックの、トレント・アレクサンダー・ノルドが光ってたなというのがありました。あ、まあ、最初のゴールとかもクセレド・チェンバレンが決めて、で2点目これも前半中だったんですけど、はい、ナビケイタが決めまして、で3点目はサラですよ、うん、ここいいのがあの2点目ナビケイタがゴールでサラがアシストしてるんですけど、はいはい、3点目はあのそのナビゲーターがアシストでサラがゴール決めてるっていうね、いかにボールがねうまいこと、ね、うまくいってたなシュート数が21本ですよリバプール。でもう一個分かりやすいのが、うん、あのね枠内なんですよ、はい、リバプール9本、まあ、よくある話なんですけど、ボーマス0です。あそうか、だからもう枠入ってない時点でさすがに勝つことはシュート数もね3-0だからね、うん、そうなんですよ、であとまあそこまでじゃないだろうなというのはあるんですけど、はい、ラッキーだったのはリバプールとしてはね、前々節でアリソン選手、ゴールキーパーのアリソン選手が、はい、あのよくわからないレッドカード、あーでしたね、そうペナルティーエリアから飛び出した位置でハンドしてしまうっていうのでレッドカードもらったけど、はい、うん、おかげで休めたんですよね。
石屋。なるほどね。そう、うん、だからある意味リフレッシュできた状態で戻ってきたって、ね、キーパーってよっぽどのことないと休めないもんね。そうなんですよ、うん、まあ、だからそれで戻ってこれたのは良かったんじゃないのかなっていうのはまあありましたね、うん。まあ、その中でまあこの日まあ輝いていたのはまあ1ゴール1アシストでもありますけど、ナビゲーターですね、はい、もうね112回ボールタッチしてるんですけど、もともとナビゲーターってちょっとディフェンシブなところもあったりするんですよ。ただもうパス連携性の中から点決めていたりとかありまして、でしかもだから右で2点取ってるんですよね。いわゆるサラーとまあケイタそれぞれの連携から点取ってるような状態ですから、これはうまくしてやりましたね、してやったりなリバプールだったんじゃないかなと思います。これでまだ負けてません。まあ無敗が続いてますもんね、うん。そして今夜もこの後、ね、収録日でチャンピオンズリーグでしょ、はい、ザルツブルク戦があるということでね、はい、ちょっと注目ですけれども、どうなりますでしょうか。続きましてトッテナムバーンリーは 5-0 バーンリーでしたね。先生違います、 5-0 トッテナムです。あ、トッテナム、ごめんなさい、トッテナムって言ったつもりでちょっと疲れてるのかな、キャッチアップに疲れちゃった。まあね、いやーこれちょっと見たけどすごいシュートが決まってましたね。もう5点ともスペクタクルなゴールが決まってしまった状態だったので、確かに本当に、まあ、特にソン・フミンでしょうね。ちょっと歴史に残るというかちょっと見たことないゴールでしたね。7人抜きですからねこれはやったわと、緩急聞かせたあのドリブル何キロ走ったんでしょうね、あれ何キロというか何メートル、ね、ですけどね。ねえすごかったな。で、まあ、途中すごかったのが、はい、解説の、まあ、この試合を解説されていたの、はい、ベン・メイブリーさんが言ってたんですけど、はい、まあこのまま 5-0 から 6-0 7-0 とか、うん、その得点していくよりは、うん、まあ、失点取られないようにした方がいいんじゃないみたいなことを言い始めたんですよ。なるほど、ベンさんが。ほうほうほう、まさにだなと、うん、そうか、やっぱりトッテナムはクリーンシートがあんまりないのか。そうなんです、あのモーリーの体制になってからずっと2失点してたんで、まあ、その前は言うまでもなくね、まあね、うん、だったので、はい、そしたらうまいこと 5-0 で終わることができたんですよ。そうですか。ただ、うん、ただ今日の注目ポイントは、うん、ケインでもソン・フンミンでもモーリーのでもない、あ、なんだろう、一人言いたい選手がいるんですよ、はいはいはい、やっと言える、はい、やっと言えるんです、この選手のことを。皆さんこの名前だけ覚えてください、トロイ・パロット。トロイ・パロット、はい、はい、皆さんご存知でしょうか、トロイ・パロット選手、ちょっと存じ上げないですね。そうですよね、はい、トッテナムでしょ。トッテナムです、うん、じゃあちょ皆さんなかなかわからないと思うんで、とりあえず生まれの年月日だけお伝えさせていただいてもいいですか。2002年2月4日生まれです。 うわー、若い。久保建英と同学年ですね、一応学年だけど一応2002年生まれですから。でトッテナム出た、はい出ました、はあ途中から、はい終盤出たんですけど、誰と変わったの、あのケインだったかな、トロイ・パロット変わったのは、ルーカス、あそうか、ルーカス・モーラか、すいません失礼しました、あのだったんですよ、ね、アタッカーなのね。そう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 、ちなみにアイルランド人なんですが、うん、あの A 代表です。あもう10もう出てます、本当久保建英的なみたいなもんと思っていただければ。ヨーロッパにはいるんでしょそういう子たちが。いや全然いますね、全然いますが、その中でもこう出たのがでかい。モーリーの体制になってこう一つデビューしたってことね。あの前の時代からそれこそポチェチーノ体制からいつか出るんじゃないかって言われていた、まあハリー・ケイン2世なんですよ。あそでポテンシャルも含めてあのケインよりも上なんじゃないかって言われていて、あの17ですけども185なんですよ身長。おまだちょっと伸びそうな。そうだからストライカーポジもできてセンターフォワードもできてウィンガーもできるって選手なので、 あれですか、なんか動画がで、ね、最後、はい、ソン・フンミンが自分の記念にボール持って帰ろうと思ったらモーリーニョが近づいてって笑顔で、はい、いやそのボールこいつにあげようよって、あ言ってましたか、彼にあげたんですよ。おすげえ、そうだそうだ、それがパロ、ね、トロイ・パロット、パロット君覚えておいてください。フンミも笑顔であげたっていう、いやそれはそうだろうな、という選手でございます。ちょっと覚えておいていただければと思います。はい、はいはい、ということでございました。なるほど、はい、ということで、もうとってのもちょっと明るい兆しがといいますか、浮上の兆しが、まあまあ上がってきましたからね、順位的にもね。これで何位になりました、7位、そう7位まで来ました。ちょっとようやくらしい順位に、ね、来ましたね、はいはいはい、そしてこちらもね、検討しておりますワットフォード対クリスタルパレスは 0-0 で終了ということでしたね。まあ、今好調のクリスタルパレス相手にワットフォードも 0-0 で終えられたっていうのはすごく大きい、最下位ワットフォード10位のクリスタルパレスと、はい、やっぱり守備があまりうまくいってなかったワットフォードなんです、うん、ただそのクリ今その、ね、調子のいいクリスタルパレスを
はいはい、枠内シュート0本に封じ切ったってのが本当ですね、うん、大きかったんじゃないのかなと思います、うん、まあ、逆に言うとワトフォードはこの試合ずっと攻めれていたからクリスタルパレス的には、まあ、この調子の良さをこう、ね、一気にこう流れが変わらないように、はい、ディフェンス陣が踏ん張ったっていうこともできると思うので、うんうんうん、まあ、両チームともディフェンスが、まあ、結果の通りね、はい、そのままうまく、まあ、遂行することができたような試合だったんじゃないのかなと、うん、思います、うん、はい、なんとかワトフォードもねこの後上がっていきたいところじゃないかと思うんで、ね、そうですね、はい、待っていただきたいと思います、はいはい、マンチェスターダービーがありました。こちらマンチェスターシティのホームユナイテッドが 2-1 で勝ちましたね。先生これはやっちゃいましたね、シティとしては。シティとしてはね、うん、ただ前半からこの試合見ていてユナイテッドがねもう最初ですけど、まず PK になったんですよね、はい、ラッシュフォードがそれ決めて、はいはい、であとそっから、まあ、好調ね、前節からラッシュフォードですけど。そうなんですよね、うん、6分後には、まあ、マルシャルが決めてという状態だったんで、うん、はい、まあもう前半 0-2 リードだったから余裕がある程度見られたんですよね。もう後半に入る頃にはという状況ですけど、でシティがちょっと慌ただしくなったなというところから、まあ後半1点返すことはできたんですが、まあ正直時すでに遅しというか、決めたのがオタメンディで、まあ85分なんですよ。はいはい、でもこれ先生これシュート数はユナイテッド11本、シティ23本。そうなんですよ、ボール支配率はユナイテッド 28%、うん、シティが 72%。 そうなんですね、パス成功率だってもうねパス数なんか倍以上ですよしかしユナイテッド、そうなんですよ、それでもユナイテッドが勝ちましたと、はい、はいはいはい、もう全体もちろんポジション面白い試合だったんですね。じゃあこれはそうです、もちろん、うん、ただもう分かりやすいのが本当になんかディフェンスがあのこの試合まあ最後1点取られてしまった、はい、まあ、ちょうど取ってるタイミングからもあの試合に似てますね、日本対韓国という、日本対中国というか、結果2年見て一緒ですけど、そうなんです、1点取られてしまったというのがありましたが、うん、マンチェスターユナイテッドがですねこの試合で約40回ほどクリアしてるんですよ、はい、だからシティが自分たち の, そのセットオフェンスになった後でこうひたすらこう攻撃の形をいくらでもたくさん本当に本当にずっと90分間作ってきたんですけど、はいはい、もうひたすらディフェンダーたちが弾き飛ばし返し続けたというのが、うん、なるほどね、もう試合全体の展望というか流れだったなというところで、うん、もうだからディフェンダーたち特にあのセンターバックのリンデロフ、そしてマグワイア、この2人が本当弾き返し続けてて、マグワイアがクリア回数10回、リンデロフが8回と、うん、本当にもうシティの攻撃を封鎖し続けて、赤い壁が、はい、あったという状態でした。なるほど、はい、うん、これは面目躍如、これは上位浮上のきっかけ、ユナイテッド5位まで上がってきて5位に上がってまいりましたね。そうですね、で、うん、シティとしてはやっぱり一歩後退ですね、はい、勝ち32のままなのでリバプールとしてはもう勝ちでも14差生まれてしまいました、うん、確かにこれはちょっと厳しいね、うん、なんかだんだんこれは16節になってきまして、ちょっと名簿順に戻ってきつつあると言いますか、名簿順と言いますかね、まあね、ちょっと1チームだけ快進撃を受けてるチームがいますけどね、レスターさんですね。そうですね、そんな続いてが、はい、こちらでございますね、アストンビラ対レスター 4-1 レスター勝ちました。いやー、レスター安定した強さを見せてますね、しかもバーディー2得点ですか、どうなってる8000連発どうなってるんだ、8000連発、ああちょっと待って、これミスです、ミスです、嘘です、このチャイム、はい、隣のクラスのチャイム、なんですよこれで8000連発、はい、でこれで16試合終わったんですけど、一応ね、はい、試合数の、これ我々あのメッシとかロナウドと同じ時期に生きちゃってるから、わけわからなくなってますけど、はいはい、試合数の半分取ってれば相当すごいんですよ、うん、いやわかります、 J1 だって今回34試合だったけど、はい、マルコス・ジュニオール選手と中川テレヒト選手15ゴールで得点王になったんですよ。そりゃそうですよね、それだってすごい点取ったなっていう印象ありますよ。そうなんですよ、うん、まあ、ただ大体やっぱ試合の半分ぐらいですよね、うん、まあ、行ってっていう形ではあるんですけど、はい、ジェイミー・バーディ、うん、16試合終わった時点で16点です、うん、すごいですね、1試合1点取ってます。だメッシとかロナウドとかと同じレベルで彼は今やってるんですよ、8分を経験してる人がですよ。いや素晴らしいね。ね、結局ストイックな人なんですかね、バーディーっていうのはね。まあ、ね、今ちょっと自伝を図書館で借りてきて、まだ2ページしか読んでないんで分かんないですけど。でも彼もだからちょっとあの、プッキ選手にちょっと似てるところでして、あんまり空中戦をやらないんですよね、バーディーさんは。そうイメージそうですね。ただロングカウンターからの仕掛けもめちゃめちゃうまくて、はいはい、地上戦この日、これプレミアの話ですよ。プレミアの話ですよ。地上戦勝率 100% なんですよ。おすごいですね。
果だったところ、いやだからもうディフェンスラインバッとこう抜いてそのまま点取ってっていう、うん、対峙したら絶対勝つってことだもんね。そうなんですよ。しかも枠内シュート、はい、シュート打った全部がなった枠内飛んでるんで、いやすごいな、すごい話ですよ。だビラとしてもシュート15本も打ってたりだとかでやろうとしてるところはあったけれども、うん、本当にねあのこの日良かったのはレスターとして、はい、4-3-1-2 だったんですよ、うん、あのちょっとトスっぽい感じというか、はいはい、4バックプラス3人のボランチ、うん、だからもう7人で守ろうぜ。なるほどね、分業制だ。そうなんです。でビラは攻めたけれども、はい、どっかで捕まって、うん、その後にカウンター食らってもバーディー、ヘアナチョ、マリソンの3人にそのままやられたという試合でした、ね、その3人で決めきれる力がないとそれは遂行できないからね。でもだからその守りもね、逆に言ったら、うん、遂行できるってチームメイトたちは信じたし、うん、監督は信じろっていうふうに多分伝えたし、それを遂行できた前線メンバーがすごかったと言った方がこれはいいでしょう。これあのミラクルレスターであの優勝した時と戦い方でいうとどうなんですか、はい、また新しい戦い方あなってますね。やっぱ当時だったら岡崎慎司っていうそのチェイサーが一人いたんですよ、はいはい、ただその代わり今回はドリブラーのマディソンだとか、あとはまあ攻撃も組み立てられるイヘアナチョもいた中で、あのもう一回やっぱり王者の経験をしているバーディーがいるのがとてもでかいんだと思うんですよ、ね、はいはいはい。もう当時のメンバーなんてもうシュマイケルとかもうバーディーとかしかあんまり残ってないですけど、 それでもあのやっぱり形をチームとして残してたっていうのは大きいよなと思いました。また自宅でパーティー開くんですかね、決まった日にね準備できるんですかね。確かにね、うん、なるほど、はい、ということでレスター勝ちましたということですね、はい。レスターは相変わらず2位、あ2位に上がったのかな。いやまあ2位ずっと、ね、ただ見てほしい、皆さんにちょっと知ってほしいのが、はいはい、シティが負けたことによってですね、リバプールと、レスターの差は勝ち点8のままなんですけど、シティとの差も6に広げた。いや本当だ、レスターがシティ相手に勝ち点6広げるってすごいっすよ、これすごい。こっちはどうなるでしょうかね、ことがありました、はい。続きましてはニューカッスル対サウサンプトン、こちら2対1ニューカッスルということでね、これまたサウサンプトンとしては悔しかったでしょうね。またですね、まあ、すいません、まず、これニューカッスル対サウサンプトンってことは皆さん、そうでしょ、武藤対吉田でしょ、まあ、どちらも出てます、出てないんだもん。もうベンチには武藤はいません。吉田はいました、いました、うん、武藤はちょっと FC 東京に帰るんじゃないかって話もありますが、本人としてはまあ欧州にいたいと、まあ、残りたいでしょうね、はい、いうところではあるんですけど、はいはい、ちょっとねあのサウサンプトンちょっと気になることとしては、はい、先制点を取ろうっていうところは最近すごくよくできていて、このダニー・イングスで点を取るっていうのがもうできてるんですよ、はい、でもうすぐ次もうあと1点かな、今もう9点まで来たんですよね、うん、イングス選手は。だからもう上位置そのバーディーだとか、あとハリー・ケインとか、あのサラーとかとそこら辺にもいるぐらいでも9点取ってるんでいいんですけ ど、うん、ただ最後の最後で2失点しちゃうんですよ、うん、だ逆転負け食らってるんです、ね、なるほど。でしかも取られたのがまず68分にジョン・ジョセルビー選手に取られて、うん、で87分なんですよ逆転負けしてるの、はい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 、あともうちょっとってところが、うん、もうちょいだなっていうのはありますね。でサウサンプトンこの日は攻めることができて 55% のボールポゼッションを保ちながらシュート19本打ってるんですけど、でただニューカッスルもシュート自体は12本打っていて、枠内シュート限定でいうと6本と実はこっちの方が上なんですよね。ただ枠外にニューカッスル1本も打ってないんですよ。全部入ってるってこと。そう、枠内に6本とブロックされたシュートが6本あるんですよ。ああそうか、そうだから枠外に1本も飛んでないから、それだけニューカッスルがもういかにもう危険なエリアにボールを飛ばしてるか、シュートを飛ばしてるかってことが分かります。これまだどっかでやりたいなと思ってなかなかできてないんですけど、エクスペクティッドゴールっていうデータ上の指標があって、ほうほうほう XG って書くんですけど、そういうゴール期待値って意味合いなんですが、はい、ゴール期待値はだからニューカッスル今めちゃめちゃ高いんじゃないかな。ゴール期待、1個のシュートに対するゴールが期待できる割合みたいなことですか。そうだから今までの実績から割り出した率、そう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 があるんですけど、ちょっとこれどっか細かいところでまたやりたいなと思ったらお待ちください。なるほど、はい、でございます。わかりました、はい、ニューカッスルが 2-1 でサウサンプトンを下しております。これねプレミア後半いきますが、日本人出てほしい、ね、出してくれ監督、ちょっと見たいですね我々としては、うん、続きましてノリッチ対シェフィールドユナイテッドでございます。こちら 1-2 シェフィールド勝ってますね。シェフィールドが、まあ、この間ねやられてしまったところがありましたから、まあ、この試合はまず前半中で
ノリッチ、まあ、テッティ選手が、はい、まあ、ゴール決めて27分ですね、はい、まあ、前半中で、リードできたので、まあ、9月とか8月ですか、本当序盤戦のような流れでいけるのかなというところがありましたが、シェフィールド、まあ、諦めない気持ちを持ったチームですよ ね、 まあ、後半始まったところでのいきなりの2連撃、はい、で、まあ、スティーブン選手とバルドック選手で、まあ、決めて 2-0 で、それあとはもう守りきれるだけの能力は持ってますから、シェフィールドとしては逆転、そこでもう序盤、あ、後半の最初のところでもうノリッチは許してしまったのが、まあ、運の尽きというか52分までにね勝負をひっくり返されてしまう。そうなんですよね、先生、これ今節ここもそうですけど、はい、やっぱシュート数もノリッチ14のシェフィールド9でしょ、はい、で支配率もまあ 6-4 でノリッチでしょう、はい、これはカウンターのチームが勝ってますね、この節は。まあ、そうです ね、 むしろだから、まあ、あの連戦が続いてるじゃないですか。ああ、はい、ああ、そうか。だからそのインテンシティの高さを保ったチームが、うん、まあ、ある意味で勝ってるというか。なるほど、ね、実際にあのこの試合で省エネで勝ってると、ね、あのノリッチでちょっと、あ、これちょっと分かりやすいなってあれなんですけど、はい、まあ、攻撃的な面では相当活性化できていた右サイドハーフのブエンディア選手というのがいたりするんですが、うん、彼はですね、その攻撃ではかなり活性化できていたものの、うんうんうん、あのロスト、ロスボールをロスしてしまった数が30回と、はい、あら、まあ、この選手ね、そうなんです、ブエンディア選手がそうだったんですよ、17番。だからそれもあって、だから逆に言うとシェフィールド側がそれだけボールを奪いに行こう、うん、奪いに行こうと姿勢があったら、そのプレスにやられてしまったかなっていうところはあるんですよ。過密日程もちょっと関係してんじゃないかなと。そうですね、流れにね。そして最後にあの、うん、いつものこのコーナーだけやって、この、はい、のりちゃん締めたいと思うんですけど、はい、今週のプッキー、プッキー点取ってないじゃん、プッキー。なんと空中戦やりました、やったやった、勝ちました。いや、勝った、勝った、すごい。今シーズン初の空中戦勝利です。まあ、いつもねここで言ってますけど、プッキーっていう選手はね空中戦しないでおなじみの。そうですよね。じゃあなんだ、ちっちゃいからかと思ったらね、185ぐらいあるんですよね。180ぐらいあるんですよ。やりなさいよって話で。でこの試合は2回やって1回勝ってるんですよ。あら、まあ、勝っちゃったんだと思います、いやね。これもやりたくてやったわけじゃないでしょ。だと思いますよ、ね。浮いてきたやつなんでしょう。いや、もういいですよ。プッキーの空中戦の数もいいですよ、先生。今週の前田大然みたいにやりたいんですよ、やっぱり。気になる。いや、僕も実際気になってますから。これは毎週絶対お願いします。はい、わかりました。ノリッチの復帰は空中戦はしません。しません。はい。ということでございまして、シェフィールドが勝っております。はい、この結果シェフィールドユナイテッドは順位は8位、そしてノリッチは19位とね、頑張っていただきたいと思います。うん、続きましてブライトン対ウルブスは 2-2 の引き分け、2対2なんです。熱いですね、こっち。しかもこれ面白いのが2対2なんですけど、前半の結果がそもそも2対2なんですよ。あ、そうだね。28分でディエゴ・ジョッタが決めて、で34分36分でポンポンと、モペとブロパーで決めて、はいはいはい、でその後の今度44分、前半終わる頃に、ディエゴ・ジョッタが2点目決めて、これはいい試合だよ、これ後半も盛り上がるぜ つってみんなビール買いに行ったでしょ、ハーフタイム。後半何も来らなかったわけですね。聞いて、僕初めて知ったんですけど、はあ、この試合じゃなくて申し訳ないんですけど、はいはい、あのトッテナムホットスパースタジアム、はい、でスタジアムの中でビール作ってるらしいですね。醸造してるってこと。そう、すげえ。ビール作るシステムあんのかい。すげえ、何それ。ね、びっくりしました。うまそう。行った際にはちょっと飲んでください、ね。いや、そんなことやってる国、ね、昔の国技館もね、下で焼き鳥作ってましたからね。え、今もかな。あ、そうなの。工場あるんですよ。へえ、そうそういう技術か、すごいな。そうだね、サッカーもやってるビール工場なんじゃない、だから。あ、そういうことか、そういうことか。行ってみたいですね、いつかね。行ってみたいですね。まあ、この試合では、まあ、ブライトンもウルブスも、まあ、勝つことはできなかったというのはありますが、はい、ブライトンやっぱり例年の成績から考えると今年は結構、浮上しているところがあるのかなというのがあって、まあ、その一人として、まあまあ、皆さんにやっぱり知ってておいていただきたい選手がいるんですよ。はい、特に日本人の皆さんに知っておいていただきたい選手がいて、これ何回か話してるかもしれませんが、はい、レアルですね、レアンドロ・トロサール選手、うん、トロサールですよ。はい、去年というか、まあ、半年前は伊藤純也と共にヘンクでやってた選手ですね。ですね、まあ、今このブライトの一員となって、まあ、ちょっと怪我してた時期も前半の途中にありましたが、はい、まあ、このチームで今、まあ、躍動しているというところがありました。で彼がこれぐらいの活躍できるんであれば伊藤純也もありえるんじゃないかっていうのは。そうね、そうなんですね、はいはい、それをちょっと覚えてていただければと。来年ぐらいに来てほしいな思います、うん、はい、ブライトン対ウルブスは引き分けております。ラスト、もうだってウルブスは6位なんですよ、皆さん。あと EL ありますからね、よく戦ってますよね。本当それも戦いながらだもんね。うん、はい、そしてブライトンは12位ということになりますね。はい、はい、続きましてのゲームはこちらでございます。ウエストハムアーセナルは 1-3 でアーセナル勝ちましたね。これはだからもう3位、うん、
まあ、今節ラストですよね、この映画なんですけど、もともとね先制したの自体はハムなんです。ハムですね。ウエストハムが前半で決めたのがあったんですけど、はい、まあこれね一つデータがありまして、アーセナルが、ですね、アウェーで後半に逆転勝ちしたのは8年ぶりらしいです、うん、お、アウェーで後半に逆転勝ち、あ、そんなないもんです。先行型ですか、アーセナルはいつも。っていうことなんでしょうね、結局はこう見てしまうと。これは今節のトレンドから反対でね、打って変わって攻め続けたアーセナルがポゼッションを取り続けた、まあ、ただとはいえこれね実際流れ見てるとこれ分かるんですけど、まあ実際の最終的なスタッツとしてはウエストハムのボールシェア率が 35% で、はい、でアーセナルのボールシェア率が 65% ってなってますけど、まあ後半っすよ要は、はい、後半なるまではハムかなあっていう感じでした。そうだったんで、多分後半のその連撃ですよね。60分、66分、69分、いや本当だ、9分間の間に3点入ってんだ。そうなんです。もうこれが全てだったんじゃないのかなっては思いますね。もう勝負どころ分かってる。結果だけ見てもそうですけど、うん、まあ流れ見たらよりですけど、まあ、そんな感じだったということで、アーセナル、うん、勝ちましたね。なかなかちょっと勝てなかった時期続いてましたけど、ようやくここで、はい、勝つことができまして、はい、これでですね、まあ、実際そのじゃあ最後、まあ、順位表を見ながらになりますが、ドカン、はい、まあ、1位2位3位のリバプールシティアレスターシティに関しては、はい、先ほど言った通りで、うん、16試合終わった中で勝ち点46、38、32という状態になっていて、はい、で今節は負けてしまったチェルシーが勝ち点29の位置にいるんですが、はい、その後が、うん、残りの16チームがうまいことこう分かれてきたなと思っていて、はいはい、5位のマンチェスターユナイテッドと6位のウルブスが勝ち点24、はいはい、で7位のトッテナムが23で、うん、8位の、シェフィールドユナイテッドから、はい、9位アーセナル、10位クリスタルパレス、11位ニューカッスルまでが、うん、なんと勝ち点22と、なるほどね、はい、連続になっている状態になるんですよね、うん、はい、でそこから勝ち点3開いて、19のブライトン、18バーンリー、17のエバートン、はい、で16で、ボーマスウェストハム、はい、で15でアストンビラ、サウサンプトンと、いや、まあ、連続してる感じになるんですよ ね、 詰まってますね、ギュッとね。でノリッチとワトフォールだけちょっとこぼれてしまってる状態にはなりますが、まあだから、まあ、超上位組がポン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 と4チームいた上で、今度は5位から11位、マユからニューカッスル、そしてあとはブライトンからサウサンプトンってことで、それぞれ、まあ、階層が今分かれてる状態。真ん中の階層は縦長でもうほぼ揃ってますね。そうですね、1試合ひっくり返るような。あと全体でやっぱり見ていくと、レスター、ウルブスはやっぱり上がってきてますが、あとシビルと、うんうん、上がってきてますが、やっぱりリバプール、シティ、チェルシー、ユナイテッド取ったようなもアーセナルと、うん、まあ、上位10チームの中にはまあ入ってきてるぞと、はいはい、ビッグシックス。ちょっとまとまり出した。そうですね、うん、というような順位表が見られるんじゃないかと思います。これ過密日程じゃないですか。この影響みたいなどんなところに出てると思います？はい、まあ、うん、これはやっぱこうなってくると人員充実しているビッグクラブがやっぱ結果を出していくの毎年この辺から。やっぱりそうなりますよね。なんか明らかに揃ってきましたもんね。最初はあれこのチームどうしたみたいな。そうなんですよ。まあ怪我人が多くなってくるとちょっとさすがに対応できなくなってきますけど、はいはい、まあ、このね期間にありますし、さらに大きいのが冬の移籍ですよね。あ、そっか。でそこでまだ資金が残ってるんですよビッグクラブは。そうだよね。でまだまだ持ってこれるから。そして他でね、もう今シーズンバリバリ結果出してるコンディションのいい選手、うん、ね、いいんじゃないかじゃなくて本当にいい選手って出てこれるわけだもんね。そうなんですよ。でそこで再、ね、後半戦に向けてのブーストもかけられる状態なので、そっか、そういうシステムになって、まあ、強い。だからその中で上がってきてるレスターとかウルブスすごいなって思いますよね。逃げ切れますかね、ウルブスレスターに注目ですね。注目でございます。はい、ちょっともちょっと期待しちゃいますけどもね。はい、ね、はい、というわけでございましょう、プレミアリーグキャッチアップ16ウィークでございました。はい、ね、というわけで、ミルクサッカーカーディビューはね、毎朝コーナーおりますで、いろんなコンテンツ出しております。はい、21時月曜日にはですね、月曜日に毎週ライブ配信を9時からやっております。そして、はい、劇場ライブは12月は12日1月までやりますので、概要欄ご覧くださいと。お願いします。ね、はい、はい、ということで高校選手権、そして J リーグ、そして移籍のお話、はい、海外日本のね、最新情報なども先生がお伝えしていただけますんで、はい、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、井上真でした。ノーミルク佐藤でした。先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃい、また明日の朝。また。